はい、こんにちは、ショタです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。またいつも通り、この、受けループなんですけど、ちょ、待った、相手ヒヒダルマいるよ。最近ね、ツイッチの方でランクマッチの配信とか時々やるんですけど、その時もずっとこの受けループ使ってて、対戦数そんな多くないから別にずっとやってるってほどじゃないんだけど、まあ、ぼちぼちっすね。で、いやー、これなー、どうしよっかなー。ヤドランとトゲキッスとかで投げてく？ダルマキッズ。まあ、でもヤドランは選出していいか。ヤドランクレベース。もう悪くないね。ヤドランクレベース。で、だとドラミドロに強いのはバナかバンギかな？こうなると。ただアシレイヌ考えると、バナの方がいいか。バナヤドランクレベースとかで全部見れないかな。まあ、ヒヒダルマがきついけど、ヒヒダルマだなーこれ。どうしよっかなー。まあでもバナから入りたい。ヤドランクレベース。こうなるかなー。これで一応全部対応が効いてるから。で、ドラミドロとアシレーヌの枠がちょっと重いから、バナ一体で見ることになってるから、バナをちょっと不用意に削るのが避けたいね。ただまあ、ドラミドロにバナでダイマックス切って、ダイアースをして、D 上げて、そのドラミドロの、ダイ、なんだっけ、毒のダイマックスでその、仕上げながら殴ってくるのを、防ぎたいみたいな、気持ちかな。で、ここは多分さすがに、つらら落としかフレドラでしょ。ヤドランに引くんだけど、ちょ、ダルマいきなりきついな。なんかシーズン8以降からヒヒダルマほとんど見なくなったから、結構、その、鎧のことを解禁前はヒヒダルマを受けるのが結構きついっていうのが、受けループの悩みの種の一つではあったんだけど、ほとんどこいついなくなったから、あんま気にしなくてよかったんだけど、これでハチマキかどうかだね。こいつのダメ、ヤドランでの火ダメを、あんま計算したことないんだよな。ヒヒダルマ、で、ヤドラン。ツララ落としが42から50ぐらいだから、これ多分、スカーフかな？こうなると裏にさすがに引くはずだから、裏に通る技。まあ、ネットかな、これだったら。エースバン出てくんならぶっ飛ばせる波のダメージ出るし、他のだったら、うん。焼くと美味しいっていう。焼かない？焼く、オッケー。これだけで楽になるんだよな、一気に。そしたらこれで不思議丸投げて、で、だるまの出てくる際に、宿り木とか刺したいかな。で、スカーフって分かったから、結構、ヒヒダルマに対して余裕がある気がする。釣ってきたね。だから釣り交換繰り返してれば別に相手のアシレーヌがちょっとずつ、やけどで削れていくだけだから。ここ多分、トンボ返りじゃないかな。でも、引かざるを得ないんだよな。トンボ返り読んで、突っ張って、なんかバナ死んだりすると、その、例えば、つらら落としもう一回打ってくるとかで、バナ死んだりすると結構終わるから、アシレーヌで今度全滅させられちゃうから、引くしかなくて、トンボ返りだよね、オッケー。スカーフだからまあ、クレベースでちょっと削れてくけど。いやーこれ一生でも釣り交換されてるだけで、クレベース疲弊して終わるな。あ、エースバンなんだ。なるほど。まあ、ヤドラン引きだね、でも。こうなると、まあ、ヤドランとクレベースで、まあ、ちょっと頑張んなきゃいけないか。ただ、不思議マナにダイマックスを切んなくてもいい感じだったり、結構不思議マナに余裕ができたね。裏もう一体ドラミドローがいると、きついなって思ったんだけど。ダイマックス。ナックルかなだからこれクレベース捨てれねえなー。クレベース捨てちゃうと結構えらいことになるから、このエースバンガーとは何を打ってくるかなんだよな。ジェット
それは一番安いやつだな。弾がちょっと嫌だけど。弾っぽいな。はいはいはい。これはまあ大魔切るしかないか。多分ジェット、まあ膝火炎ボールは基本的にエースマン大体持ってるから、このラスト1個だよな、技が。なんかダイマックス切って、ダイアークは1回までは被弾していいから、その状況になれば、逆にすごい楽なんだけど。でげえヤドロン、かわいいな。こいつの見た目超好きなんだけど。バカっぽいとこ。はい、ダイウォール。ジェット連打か。これ特に有効打ない感じかな。そんな感じするけど。うん。いやー、痛えな、結構。はいはいはい。これ割としんどい感じになってきたけど。ゲース版チビになって、校内ストリームで多分飛ぶんじゃないかな。玉ダメと合わせて。突っ込んでいいや。逆にこれダイマックスこっち切れちゃうとヒットポイント半分で耐えれないから、飛び跳ねる OK。で、多分、下級とか膝は一応耐えるんだよね。ラスト1個の技がちょっと見えてないのが怖いけど。不意打ちなんかなぁ。まあ、ここクレベ引きで。一回。飛び跳ねるを受けて。はい。で、次の攻撃を再生力で回復してヤドラン出し直して、なんとかなんないかな。相手ダイナックル一回も押してないから、A は別に上がってないから、そんな困んない感じがあるんだけど。火炎ボール OK。雨かでこれは優しい。膝ないのかな？もしかして。半減の上に雨でさらにもう半分だから。うん。めっちゃ優しいダメージだよね。OK、OK、OK。で、怠ける。いやー、エースバーンがなんか、パチンコドラゴン並みにきついポケモンになっちゃったなー。トンボ返り持ってるタイプだったり、型がめっちゃ多様化してきて、あとその、ダイナックルで A 上げて、ステミタックルとか打ってくる、みたいなのもいるし、マジできついポケモンになっちゃった。OK で、ここは、バナ投げて、で、クレベース、ボンのみあるから、見た目以上に、ヒヒダルマにはもうちょっと頑張れると思うんだよな。ただそのクレベースとアシレールのサイクルをやっぱバナナでなんかでちょっと早めに疲弊させていきたいな。瞑想厄介だなそれ。まあ、幸いにもこいつは回復技がない上に焼けてるから、ここ多分突っ張ってくるってことでしょ。ヤドリギから入っちゃおう。引いてくるんだったら、ヘドバック打ちたいんだけど、突っ込んでくるんだったら、ヤドリギ入ってる方が打ち合いやすい。バナが意外と、なんか S80 ぐらいあるよね。なんかまあまあ早いおかげで。80はなかったっけ？結構早かったんだよね、なんか。なんか早いおかげで、足に、身代わりとか張らせないっていう。これで足で処理できるな。ヘドバック打って。OK。ヒーヤーにこれで。ダルマ。ダルマ結構削れるよ。これなら。
毒とか入ると美味しいけど。オッケー。めっちゃ助けてもらってるわ、運に。これでヒヒダラマも楽勝になったな。まあでも、こっち視点は別にこのヘドバッグをこれで撃つみたいなのは何回か繰り返せたわけだから、まあそんなに。ヒヒダラマとクレベースは相打ちでいいから、ここは、しっかりクレベースに引くと。自信、どんぐらい入る？スカーフだからそうだよね。盆飲みまであれば、全然問題なく、受けが効くよね。裏に通るボディプレを押すべきか、再生しとくべきか。これはボディプレでいいんじゃないかな。ヒヒダラマ、この HP で、効かないでしょ。効くの？あ、引くんだ。まあ、でもこれで裏にボディプレ通るから、足レーヌ。これは全然入んないんだよな、半減だから。あ、思ったより入ったわ、でも。これでも。これでも思ったより入った方だね。うん。で、ここはまた不思議花投げて、で、釣り交換一生されても、毒で、ヒヒダラマ削れてくから、割と、そこは困ってないかな。あ、これ足レーヌ取れそう。相手引いてないってことでしょ。瞑想だろ。あー、いいの持ってんね。いい技持ってんな、こいつ。眠ってきたけど、でも、結局それって、ヒヒダルマが疲弊して終わるだけだから。上から一回ヘドバク打ち込んじゃって、瞑想してきても、あー、まあ間に合ってる雰囲気はないけどね。これなら。最悪泥沼合戦になっても、ヤドリギプラス第一で D 下げたりとかもあるわけだし、そんなに、こっちが分の悪い勝負って感じはしないけど。オッケー。なんかいい感じだな。ちょ、もう一戦いきますか。はい、じゃあそのまま続けてもう一戦やっていくんですけど、ちょ、なんか間の3戦ぐらいずっと全部なんか、ボーボーにされてて、偽版のないボーボーにされ方だったんでカットしました。コバルオンおるけどさ、これさ、物理特殊両方、ヤドランで受けれないかな。でもなんかボルチェンとかなかったっけ。でもヤドランはこれ絶対戦術でしょ。で、うざいのはあのガマゲロゲだよな。どっちかによるんだけど、まあバナヤドランって投げていいよな。バナヤドラン、あっあと1、まあ、ポリツーかバンギーか、どっちみちコバロンには弱いポケモンだからしゃあないんだけど、バンギーかやポリツーか、まあポリツーかな、これだったら。ちょっとカバルドンから来るんだったらポリツーも悪くないけど、バナ、ヤドラン、ポリツーかな、ヤドラン、不思議バナでいきますか。ちょ、コバロンガチ何してくんの。なんか C もまあまあ、A がめっちゃ低いから C と同じぐらいみたいな、そういうあれじゃなかったっけ。なんか椅子になんかヘッドセットのケーブルかなんか絡んでて、椅子持ち上げたらなんかやばい音しちゃった。大丈夫かな、これ。コバロンから来た。ボルチェンやめろよ、お前。ボルチェンだっけ？なんかやばい技持ってるはずなんだよ、こいつ。でもタイプ的になんかヤドランで受けれると思ってるんだけど。知らないポケモンマジ、こいついないだろう、ランクマッチに。ソードシールドに存在しないポケモン使うのやめろ、ほんとに。こんなポケモンいないから、インファオッケー。一番安い。まあ、ポリツーにはそれは普通、初手はインハ打つよなっていう話だけど、ネットで裏全員通る？裏通るか。ネットで。ガマゲロゲだったらまあ、後から考えます。ステロインファ、これ絶対ボルチェンないでしょ？ボルチェンだっけ？なんかでもない技を
あると勘違いしてさ、なんかそれにビビってんのも世界一バカらしいよな。インバから入ってるからめっちゃ削れるぞ、これ。オッケーオッケー。やったー。ざまみろ。これコバロン引くな。でもネットに対して強いポケモン別にいないから、ネット連打でいいんだけど。こういう場面大体裏読んで、ボディプレとか押すんだけど、デンジャーレ突っ込んできたな。お前その、デンジャーで一ターン使ってるからお前も一ターン無駄にしろみたいな、その理屈は許さねえからな。コパロン捨てかな？捨てか。インファ捨てろ、デンジ波。まあ、鋼技かな？あと1。これなぁ、だるいだるいだるい。だるいって、それは。ヤドラン切っていいかでも、あ、切っていいかじゃないや、突っ込んで、あいへ、お前調子乗んなよマジで。オッケー、いくらなんでもそれやりすぎだね。え、こっから出てくるもの次第なんだけど、ニンフ、まあそうだよね。でここは一回バナ引きで、いや、これはさすがにもらった。カバロン以外のマジでステロ巻きはね、なんか一体無駄に消えてくれるから、マンムーとカバロン以外は割ときつくないんだよね。むしろ相手が一体少なくゲームが始まるみたいなところがあるから。うん。まあ、そのタイプの妊婦には、バナなら負けないかな。これ多分上から身狩りぶっ壊せるよな。まあ一回殴ってから引くかって感じだけど、瞑想かな。マジカルフレームがちょっとだるいけど、あくび、あくび、あくび身代わり瞑想背後残飯で回復量確保しようみたいな話かな。寝ていいんだよな、まだ別にこれだったら。オッケー、当てるなら全然オッケー。瞑想、まあ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 、それは大丈夫。まだ寝ちゃうけど、ラスト多分それ敗北だよな、さすがに。その技構成だったら、これなら残飯の回復量これで消しつつ、これだと結局、身狩りを壊して引いて、みたいなループに入っちゃうから、こうするしかないんだよね、おそらく。まあ相手は瞑想どんどん積んでくると思うんだけど。あー、引きなんだ。まあ妊婦一回引かせれたら OK かな。まあこれだとエース番に、何も圧力がかかんないから、寂しいんだけど。あとはポリツー捨ててダイマックスからしてもいいし。ビルド、やばいやつだ。やばいやつや。これヤドラン麻痺ってんのがさ、効くな。多分ラムなんだよな、ビルドってことは。あー、これでかくなってくんのか。もっと積んでくるかと思ったけど、これ無理くね。いやー、ダイマックス、ナックル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 、ダイナックル、ダイナックル、ダイナックル、ちょ、大事ってやめろ、大事ってやめろ。きついね。これ動ければ大丈夫、動ければ大丈夫。オッケー、よいしょ。で、怠けて、これやばい技ないな、さすがに。ビルド、飛び跳ねる、耐えるでしょ。
うん、ビルド飛び跳ねる火炎ボール膝とかだと思うんだよな、技構成。オッケー、動くの偉っ。最高すぎるこのヤドラン。これ大魔切った方がいいかな。大ボール、いや怠けるでいいか。ダイマックスする必要があんまないんじゃないかな。引きオッケー、ビルド積んだエースマン一回流せて、まあ、ニンフ出てくるけど、これがダリーなー。ただ先に1体取ってるから最悪 TOD でもいいや。相手だけダイマックスないわけだし。でポリツーとエースマンが対面した時にこっちだけ一方的に大ボールを張って膝をすかすかどうかみたいなことができるから、相手側の方が結構困ると思うんだよな。でニンフでバナはさすがに割れないと思うけど、寝てるとはいえね。これはニンフで頑張ろうとしてくんのかな。まあまあまあ、バナはこれなら不死身でしょ。ニンフのヒットポイント回復してんな。バナ早めに起きるに越したことないけどな。これなら相手身代わりでしょ、ここ。そうだよね。ちょっとめんどくさいことになってきてるけど、早めに起きないとさ、この身代わりをヘドバックで割れない問題が起きるけど、いやー起きねえか。ここも瞑想だよね。あくびなんだ。へえ。ここで起きるから、まあ、身代わりはぶっ壊せるでしょ。だから相手下からこれであくび、もう一回打ってくるのかな。厄介なんだよな。オッケー、割れるならまだ大丈夫。で、あくびだよね。ここは宿り用しとくしかないよな。残飯を早めに総裁したいからヘドバックで毒狙いに行きたいんだけど、言っても3割だしな。うん、宿り入って、オッケー。これ身代わりハリゾンじゃね、相手からしたら。そんなことはないか。ちょびちょび削れてくから。ヘドバック押して。いやでもマジカルフレームないだけでだいぶ助かってるね。オッケー、しんどかった。ちょ、この3連間のね、3連敗ぐらいで失った分を取り戻さないといけないんで、ぼちぼちやっていきます。じゃあおつ